こんにちは、本会チャンネルのサムです。今回は白浜龍太郎さんが書かれたぐっすり眠る習慣という本を解説します。今回の目次は以下の通りです。 1. 意外と知られていない眠りの基本習慣。 2. ぐっすり眠れる体を作れる新習慣。 3. 眠りやすくなる入眠の習慣という順番で解説していきます。忙しさに追われ疲れが溜まっている、そんな感覚を覚えることはありませんか？近年たくさんの作業をこなすことが効率的や仕事ができると評価されてきました。しかしオンとオフの境界が曖昧になり、適切に休む方法を知らないまま脳と心が疲れ果ててしまう人も増えています。ただ眠くなった時に寝ればいいと思っている方もいるかもしれませんが、それでは十分ではありません。実際ぐっすり眠ることは想像以上に難しいものです。質の高い睡眠を得るにはいくつかの習慣を身につけることが必要です。睡眠を単なる日常から自分を高めるための習慣に変えていきましょう。本書はすぐに実践できる睡眠習慣を提案しています。睡眠の質を上げることができれば、日中に自分が望むパフォーマンスを発揮でき、日中をもっと充実したものにできるはずなので、おすすめの本です。というわけで、1. 意外と知られていない眠りの基本修正。この章では3つのポイント。忙しい人ほど眠り始めの4時間にこだわる。何よりも体内時計を狂わせないことが大切。ブルーマンデーは脳のリセットで防げる、について解説していきます。まず1つ目のポイント。忙しい人こそ眠り始めの4時間にこだわる。睡眠には大きく分けてレム睡眠とノンレム睡眠の2種類があります。レム睡眠は脳が活発に働き、情報の整理やストレスの解消を行う時期で、夢を見るのもこの時です。一方ノンレム睡眠は脳も体も休息し、特に深い眠りである深睡眠が睡眠の質を大きく左右します。重要なのは眠りについてからの4時間以内に深睡眠が取れるかどうかです。この最初のノンレム睡眠で深く眠れると疲労回復が十分に行われます。反対に深睡眠が取れないと、どれだけ長く寝ても疲れが残ることがあります。また眠りが浅い場合は自律神経の乱れや深部体温の調整がうまくいっていない可能性もあります。焦らずに自分に合ったリラックス法や入浴、食事の調整を取り入れることで、短時間でも質の良い睡眠を目指しましょう。では続いて2つ目のポイント。何よりも体内時計を狂わせないことが大切。人間の体内時計は午後2時と夜中2時に眠気が最も強くなります。逆に午前10時から昼前、午後6時から夜10時までは脳が活発で眠りにくい時間です。これを睡眠禁止帯と呼び、眠るには適さない時間帯になります。体内時計は太陽の光でリセットされるサーガディアンリズムによって調整されます。寝る前にスマホやテレビを見てブルーライトを浴びると、このリズムが狂い、メラトニンの分泌が抑えられて眠りづらくなってしまいます。長期間続くと朝起きるのが難しくなることもあります。例えば、電車の揺れで眠気を感じるのは、まるでゆりかごに揺られているかのようで心地がいいからです。しかし、夜の睡眠に悪影響を与える可能性があるため、帰りの電車内の居眠りは避けましょう。では続いて3つ目のポイント。ブルーマンデーは脳のリセットで防げる。サザエさん症候群という言葉を聞いたことはありますか？これは日曜日の夕方、サザエさんのエンディング曲を聴いて、月曜日がまた始まることを思い憂鬱になるという現象です。世界的にはブルーマンデーとも呼ばれ、この気分の落ち込みは生活リズムの乱れが原因とされています。週末に遅くまで起きたり、寝だめをしたりすると、体内時計が乱れ、月曜日に疲れやだるさを感じやすくなります。さらに週末の寝だめは、ソーシャルジェットラグ、つまり社会的時差ボケを引き起こし、平日と休日の就寝・起床リズムの差が大きくなるほど月曜日の不調が強くなります。理想的には平日と休日のリズムを2時間以内に収めるのが良いとされています。土日もできるだけ平日と同じ時間に寝起きすることで、月曜日の憂鬱感を軽減できるでしょう。では続いてに、ぐっすり眠れる体を作る新習慣。この章では3つのポイント。寝る前のぐっすりストレッチがとにかく効く。不調が続くならスリープテックを取り入れる。毎晩血管を修復できれば血圧は下がる、について解説していきます。まず一つ目のポイント。寝る前のぐっすりストレッチがとにかく効く。ぐっすり眠るためには寝る直前の静的ストレッチがおすすめです。静的ストレッチは筋肉をゆっくり伸ばし、副交感神経を優位にすることでリラックス効果を得ることができます。例えば布団の上で仰向けになり、深呼吸しながら足首をゆっくり曲げてみてください。それだけでも血行促進し、深部体温を下げて熟睡を促します。呼吸はゆっくりと、息を吐くことを意識するとさらにリラックス効果が高まります。そして日中の適度な運動も睡眠の質向上に効果的です。特にウォーキングのようなリズミカルな運動はセロトニンの分泌を促し、夜にはそのセロトニンがメラトニンに変わり眠りをサポートします。1日30分、8000歩を目標にウォーキングするのが理想的です。難しい場合は踏み台昇降やトランポリンでも代用できるのでチャレンジしてみてください。運動は朝から昼間に行うと交感神経を刺激し、日中の活動をよりエネルギッシュにします。
また夕方から20時までの間に筋トレを行うと、成長ホルモンが分泌され筋肉の修復と増強が進みます。これにより筋トレと睡眠の相乗効果が期待できます。では続いて2つ目のポイント、不調が続くならスリープテックを取り入れる。もし寝つけない、または夜中に何度も目が覚めるなど睡眠の問題が続く場合、睡眠障害の可能性があります。厚生労働省の調査によると、20代以上の約 20% が睡眠が足りない、睡眠の質に満足できないと感じているそうです。さらにコロナ禍での生活変化による運動不足やブルーライトの増加、ストレスも睡眠障害を悪化させる要因となっています。代表的な睡眠障害の一つが不眠症です。これが続くとうつ病を併発するリスクもあります。過眠症や時差ボケ、シフト勤務による心身の不調も睡眠障害の一種です。もし睡眠障害を疑う場合、スリープテックを利用して自分の睡眠状態をモニタリングするのも有効になります。スリープテックは IoT や AI 技術を使い、睡眠の質を分析改善する機器やサービスです。ウェアラブル機器のヘッドギアやスポーツウォッチ、マットの下に敷くタイプなど様々な製品があり、睡眠データを収集して改善の手助けをしてくれます。スマホアプリでもいびきや睡眠の深さをモニタリングできるものがあり、これらを使って自分の睡眠パターンを理解し改善策を見つけることができます。睡眠に関する問題を抱えているなら、これらの技術を取り入れてより良い眠りを目指してみてください。では続いて3つ目のポイント、毎晩血管を修復できれば血圧は下がる。睡眠不足の生活を続けると血圧が確実に高くなります。これは睡眠中に副交感神経が働かず、交感神経が優位に立つためです。本来であれば睡眠中に血管が修復されるはずが、睡眠不足だとそれができず血管がどんどん弱ってしまい、最終的には高血圧症を引き起こします。健康的な生活を送っている場合、日中に高くなった血圧は夕方から夜にかけて徐々に低下し、睡眠中も安定します。しかし睡眠不足が続くと寝ている間も血圧が下がらず、体に負担がかかるんです。例えば睡眠時無呼吸症候群の患者さんが睡眠時間を2時間増やしただけで血圧が上下ともに10ポイント下がり、動脈硬化も改善されたというケースもあります。また血圧改善のためには仰向けでなく横向きで寝ることが推奨されます。特に右側を下にして寝ると心臓への負担が少なく効果的です。以前は午後10時から午前2時のゴールデンタイムに眠ることが重要とされていましたが、現在では何時に寝ても深睡眠に入ることが重要だとされています。特に20代から50代の方には1日最低6時間半の睡眠を確保し、規則正しい生活リズムを保つことが必要です。では続いて3、眠りやすくなる入眠の習慣。この章では3つのポイント、眠っている間の回復力を高める3つのアミノ酸、寝室内の冷えすぎには要注意、仰向けの大の字姿勢で体の熱をうまく放出するについて解説していきます。まず1つ目のポイント、眠っている間の回復力を高める3つのアミノ酸。睡眠中には体の修復や再生が行われます。そのために不可欠なのがタンパク質です。特に睡眠の質を高めるために重要なアミノ酸が3つあります。1つ目はトリプトファンです。これはセロトニンやメラトニンの原料ともなる必須アミノ酸で、体内では作れないため食事から摂取する必要があります。トリプトファンが多く含まれている食材には鶏むね肉、牛肉、牛乳、チーズ、卵、バナナ、大豆製品、ナッツなどがあります。2つ目はギャバです。このアミノ酸は心身をリラックスさせ不眠解消に効果があります。ギャバを多く含む食材には玄米、雑穀米、トマト、ブロッコリースプラウト、カカオなどがあります。そして3つ目はグリシンです。深部体温を下げ眠りのスイッチを入れる働きがあります。エビ、カニ、イカなどに多く含まれています。眠れない時、睡眠薬の選択肢もありますが、まずは食事や生活リズムの改善に目を向けることが重要です。不眠に悩む人は薬に頼る前に自然な方法で睡眠の質を向上させることを考えてみてください。では続いて2つ目のポイント、寝室内の冷えすぎには要注意。深部体温は睡眠と覚醒に重要な役割を果たしており、深部体温が低下すると眠気が訪れます。メラトニンが夜に分泌されて深部体温を下げ、朝日を浴びることで分泌が停止し目が覚める仕組みです。しかし低体温症には注意が必要です。極端に寒い環境では深部体温が下がり突然死のリスクもあります。夏はエアコンの使用が必須で、設定温度は日中より1度高めが理想です。冬は18度前後に設定し、つけっぱなしにしても問題ありません。電気代が気になる方は寝床内環境を整えるようにしましょう。布団の中の温度は32度から33度、湿度は45から55% が理想とされています。湯たんぽや電気毛布を利用して快適な睡眠環境を整えるといいです。こうした工夫をすることで質の高い睡眠を得られますので、ぜひ取り入れてみてください。では続いて3つ目のポイント、仰向けの大の字姿勢で体の熱をうまく放出する。
深部体温を下げると眠気が生じるため、入眠時には大の字の姿勢が推奨されます。この姿勢は体が圧迫されず血行が良くなり、手足から熱がスムーズに放出されるため深部体温が下がります。逆に手足をくっつけて寝ると熱がこもり、深部体温が下がりにくくなります。ただし、いびきをかきやすい人や睡眠時無呼吸症候群の人には注意が必要です。仰向け寝は気道を狭くするため、横向きに寝ることが望ましく、横向きに寝ることでいびきの音量や頻度が少なくなります。抱き枕を使うと横向きの姿勢をキープしやすくなるのでおすすめです。というわけで今回の動画では1、意外と知られていない眠りの基本習慣。2、ぐっすり眠れる体を作る新習慣。3、眠りやすくなる入眠の習慣という順番で解説しました。今回紹介した本、ぐっすり眠る習慣についてまだまだ紹介できていない部分が多いです。おすすめの本ですのでぜひ読んでみてください。いつも通りリンクは下の概要欄に貼っています。というわけで、今回の知識が何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです。自分に役立つ本を探したい、そんなあなたにぴったりのサービスがあります。え？人気動画配信者がわかりやすくビジネス書を解説、短い時間で理解度アップ、ビジネス図書館東京。